ターナー色彩株式会社が1946年に創業して以来、常に新しいことに挑戦し続けてきたわけとは。まあ、お客様に今までファンになっていただいて商品を応援していただいたおかげで、まあ当社が強固な体質になってきたと、会社全体がね。だからそういうこともあって世の中にお返ししなきゃいかんと、個人的にもね。それでビジネスにおいては最近ではトイレアートとかホスピタルアートとか社寺仏閣とかですね、そういう公共の場所をきれいにすると。色彩というのはいろんなところでこう、ね、人々の心を癒したり世の中を明るくするとか、まあ、いろいろ機能があるわけで、そういうものをもっと社会にこう、そういうものを使って何か訴えたいなと、いろいろなことを何かやってほしいと、新商品にいろいろ考えてほしいというので作ったのがなでしこチームやったんですけど。なでしこチームは、まあ、女性のみのチームになるので、女性でもできる、女性だからできるということをテーマに、いろいろなアートだったりペイント DIY に挑戦させていただいて、でそれらをブログや SNS で発信していく活動させていただいてます。 DIY で今かなり結構使っていただいているミルクペイントだったりとか、そういうのは結構色を決めたりするのに携わりました。学生さんだとやっぱ木工の作品作ったりとかもあるでしょうし、例えば校内美化っていう意味でお掃除するだけじゃなくて、例えばちょっと壁に色塗ってもらって楽しい教室の雰囲気にしたりとか、そういうところにも使えるかなと思います。なかなかね、皆さんこの頃ね、絵を描くということ自身がねもう下手くそやってるしいうような思いが強くて、絵を描くのが怖いとかね、そういうような人が結構多いわけですね。だからこの動画なんかを見てこう生徒たちがね、絵を描くことも楽しいなというようなね、自分もできるなとか、なんかそういう思いを持ってくれたらいいかなと思ったりもしてるんですけどね。高い技術力と常に挑戦する心を持つターナー色彩株式会社、そんな彼らが生み出す絵の具を使い、あなただけの色を見つけてみてください。